初めだよなぁ。あ、そうか、向こうで食べるんやね。はい、はい、今回はおにぎり舞台奮闘中の場面を取りに帰りましたが、ほとんど準備は終わってしまっていました。これかわいいよ、器みたいな。これここ下入れるもんないんやけど。今回のおにぎりの数は6月の田植えの時と同じ120個程度かな。はい、でも体験させてもらったわ。コンバインでもやってみたい。3本ぐらい水のあれが弱い。濡れてへんと、乾いてると出やすいかもしれない。はい、匂い。11時13分。待ちに待ったお昼です。これでもゴミはないもんな。半分に折るぐらいでもいいか。体を入れちゃったんですけど、はい、これどっかに置くといいじゃないですか。うん、向こうにちょっとお買ってもらった。皆さん、これを1枚ずつ持って、はい、ちょっと行ってください。それ取れてない。下にいるとこかな。私が中にしまってみたい。ああ、ありがとうございます。まだみんな集まってきてない。どこに置けばいいか分かんない。そうやな。なんか囚人が食事もらう。なあ、物乞い。これお茶飲むとき名前をカップに書いて。どうです。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。セルフで撮っていく。お皿とお箸と撮ってもらって。紙コップ分かんなくならないのに名前書いててください。つくねみたいな。
わー、やったー、ありがとうございます。いや、大丈夫。わー、いい匂い。はい、みんな手の骨取ってってください。ありがとうございます。わー、美味しそう。こっちがイヌイトのシソの実の福谷が混ぜ込まれたハムメおにぎりいいですね。大丈夫ですよ。いただきます。これお茶か。コップに名前を書くそうです。私お茶いらない。ありがとうございます。みんなお茶ここ置いてます。はい、いただきます。リットルの中に、ちょっと熱いですよ。はい、つけてください。いただきます。いただきます。はい、きます。重たい。ちょっと熱いですよ。食べるのかな。ちょっと食べる。はい、覚えてこうか。名前書きたきたいかなと思います。おー、あすいません。いいいい、大丈夫ですよ。落ちる。この秋ドラの下で食べるおにぎりは何より最高です。あ、僕いただきました。2個もいただきました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。